1925年のヌーリー病院、ヌーリー病院である。地震で複数倒壊しては再建され、現在はアラブ科学、医学博物館となっている。ヌーリー病院、マーリースターンなど複数の表記揺れが存在する。現代のヌーリー病院2004年撮影中にはの、ヨースヌーリー病院は、セルジューク帝国アレッポ大使で、トルコ系王族でもあったヌールアルディンが帝国領。 ダマスカスに勝利し入場して占領した後の1154年に自らの名前を取って設立した病院である。ヌーリー病院において貧しい人々は無償で治療を送り、応急を模した病室はおおよそ300人が収容可能で十分な休息が取れ、食事も応急で供されるものかと思われるほどのものだったという。さらには退院時には お金と衣服の支給さえあったという。ヌールの父イマドアルディン前義は、セルジューク帝国に、形式従属した、反独立の事実上の小国王もしくは主張であった、ため、その子ヌールも、王族と記述される例も見られるが、父イマドは、正式にスルターンもしくはマリクに就任したわけではない。ヌールアルディンは、父の死後兄弟で医療を、分割統治し、後に残儀長二代目君主。 ヌールッティーンとして即位しため、後に正式に多いとなった。そのため、当病院は別名でヌールッティーンのビマリスタンとも通称される。ただし、正式に多いを称するのは、セルジューク帝国が崩壊した後であるため正式名はヌーリー病院である。ヌールは光を、ヌールッティーンは信仰の光を意味する言葉である。なお、 このヌーリー病院の建設開始したのは1048年、ヌーリーの父が死んだ翌年、独立に向けた狭間である。これに先立ち西暦9世紀以降に設立していたペルシア帝首とバグダッドにあった世界最古の総合病院元に作られた。設立に際してバグダードの重要病院、アドゥド病院から著名な医師や学生を引き抜いたため、 医学研究の中心がこの地に移ったという逸話も残っている。病院のみならず、実質的な医科大学に近い機能を持っていたと推察される。多くのビマリスタン型病院が消失した中、貴重な歴史的資料となっている。なお、ダマスカスのみならず、アレッポもしくは各地にも同名のヌーリー病院を複数設立していた、可能性があるがはっきりしていない。下下、内下、 参加精神科及び長期入院施設を持っていた。メスのような道具に、しけぬ果汁を使った簡易的な麻酔なども使われていた、ようである。当時の西洋及び東洋と比較して、医学技術として傑出していたものと思われる。これらの医術は、ペルシャのイブンシーナーが古代ギリシアのアリストテレスを死に、仰ぎ、古代ローマのガレノスを師匠と考えて、 古代ローマと古代イギリシアの思想をもとに発展させ研究させた医学と哲学をもとに作られたと推察されている。東西文明の融合施策はアラビア医学の体系化とイスラム哲学の体系化をもたらし医学転半を表し、また最初に認じられながらも昼間は政務、夜は研究を続けてた。解剖を行い脳腫瘍と胃潰瘍を発見し医学書にまとめた。 第2のアリストテレスと呼ばれた。これらの哲学問い術は、ビマリスタン、病院として実現化し、その数少ない遺構が、このヌーリー病院である。なお、余談ながら、このイブンシーナーの医学転半は西洋に翻訳され、西洋医学の礎となった。当地に残されたヌーリー病院は、地震で何度も倒壊してはすぐさまに再建され、1407年以降は、 エジプト出身の歴史家アルマクリーズイが、当院の管理業務をしていた。複数回再建されたとはいえ、土台及び一部門ピは建設当時のままであり、記録上の世界最古の総合病院は、バグダットのビマリスタンだが、現存する総合病院としては、世界最古の可能性が高い。この病院に隣接する形で市場が建設され、その市場も寄進された。 この市場で設けた商人は病院に寄進することで病院の経営が成立していた。2003年にこの病院と周囲を取材した NHK はこの病院のすぐそばに建設された貧者の館を訪れ記者する商人を取材しており、自らの商売で得た利益を記者でき人の役に立つ喜びを感じ生きがいを得ている商人を取材し、領収証子孫に見せるためにやっていると誇り高い。 表情で語る商人を撮影していた。20世紀初頭に近代的な医療大学に置き換わるまで使われていた。アラブ科学医学博物館となっている。現地の看板の表記は6カ国語で書かれており、第1表記がアラビア語である。また、AL バイメリステンアン、ノーリ、ヌルエディ、ジネザンクイなどの表記も見られる。ありがとうございます。